ニューストピックスです金沢市は新年度、消防団員の定年年齢を現行の六十歳から六十五歳に引き上げます少子高齢化に伴う団員の不足が全国的な課題となっており年齢の要件を緩和することで担い手の確保を図りますベテランの経験や知識を若手に継承する機会を増やし地域防災力の維持につなげるということです 今回はこの話題について政治部の小林記者に聞きます小林さんよろしくお願いしますよろしくお願いします消防団員というのは火事や地震などの災害時に出動するっていうイメージですがなぜ今回定年の年齢を引き上げるんでしょうかはい。消防団員は地域の防災活動の担い手として非常時には消火や避難誘導平時には防災の啓発活動に取り組んでいます 1>, 1・2月の降雪時には火災に備え、消火栓周りの除雪にも力を発揮しました。市内の消防団員の数は、過去20年間で1,000から1,200人台で推移し、2020年度は前年度より15人少ない1,216人です。定員に対する充足率は9割程度で、地域防災に支障が出るような状況ではありませんが、人口減少や高齢化の進行を見据え、 定年の年齢を引き上げます。民間企業を中心とした定年制の撤廃や延長の動きも考慮したそうです。なるほど、そうなんですね。の、金沢市と同じように県内の他の自治体でも定年年齢の引き上げっていうのは行われるんでしょうか？はい、今回の取材をするまで知らなかったのですが、県内で消防団員に定員があるのは定年があるのは金沢市だけなんだそうです。はい 定年制を設けていない理由としては担い手の確保や技術の継承などが挙げられます小松市消防本部の担当者は70代で現役の団員もおり防災や災害時の活動に活躍していると話していますこれに対し金沢市消防局の担当者もベテラン団員の必要性を認めた上で人員の若返りによる組織活性化を図る狙いから今後も定年制を継続する考えを示しています 全国的に消防団員の数が少なくなっているということですが、対応策っていうのは検討されているんでしょうか。はい。1955年に約200万人いた団員は、2020年には過去最長の約81万8千人に落ち込みました。国は担い手の確保に向け、団員に支払う報酬や 出動手当の引き上げといった待遇改善策を今夏にも取りまとめる方針です。いろんな広報面のアプローチで継続していかないといけないですね。はい、今回は政治。